ドーン、プカムリです。スニーカーを欲するということでね、はい、本日はね、ジョーダンのね、リュックサックを紹介します。こちらです。ビーン、っていうことでね、はい、ジョーダンのね、11のリュックサックですね、はい。こちらね、メルカリとかだと、ふっかけて高くつけてるとこあるんですよ。3万近くとか、25,000円とかで。でもね、僕が買ったのは1万円ぐらいで売ってたんですよ。まあ、ずっと欲しくてね、このバッグを。で、他にも、ショルダーだったかな、ジョーダン6かなんかの。ジョーダン3かな。あと、ジョーダン6の別のなんかやつとかもあったりして、でも11のこのリュックがめちゃくちゃ欲しくて、どこで発売されたかとかは全くわかんなくて、オークションとかね、メルカリとかで見ててずっと欲しいです。買ったやつです。ちょっと担いでみますね。ちょっと待ってくださいね。担ぐとこんな感じです。で、これね、ぶっちゃけると、リュックとしてあまりね、良くなくて、ちょっとこの、なんだろう、全体的に弱いのよ、作りが。飾りのリュック的な。だからね、あんまり重いものとか入れると、ちょっとね、すぐ壊れちゃう感があるから。僕のエアージョーダン11と、こう、比べてみると、あれっすね。ちょうどいいぐらい。31ぐらい。ちょうど31センチぐらいですかね。うん。でちなみに、ペットボトル、1リットルのペットボトルが、こう2本入るぐらいというかね、容量も、まあ多少入るんだけど、まあただね、紐とか全体的な作りが、しっかりしてない感があるんで、あんま重いもの入れない方がいいんじゃないかな。すごいかっこよくないですか、これ。どうなんですか、これ国内で販売されたのかな。全然このリュックに関しての情報がないけど、これが一番かっこよかった、バッグの中で。1回、か2回ぐらいしか使ってないのが、なんかイベントごとで使ったりするんですけど、あんま使うとすぐ壊れちゃうかなっていう感じはあるんで、作りが、ぶっちゃけあんまり良くないけど、ただこれ飾り、要は、ちょっと使う分にはすごい最適で、だから俺思ったんだけど、これなんか財布とか、ジュース1本、まあ、500のペットボトル1本入れて、ちょっと出かけるぐらいだったらすごいいいのかなって感じがします。はい。こんな感じです。すごいなんか俺がこうつけるとなんか野球のキャッチャーみたいになっちゃうかなーか。で、一応、ここの素材もなんかこのメッシュっぽい11の素材になってて、一応ここもカーボンになってますね。はい。ということで、本日はジョーダン11のリュックを紹介いたしました。以上です。